はい、皆さんこんにちは。今回ですね、北海道編ということでいろんなことにチャレンジしてるんですけれども、今回の北海道、アメリカから僕のルームメイト、コウ君っていうのが来てるんですね。で、そんなコウ君、アメリカ人なんで、向こうで車を運転していても左ハンドル、しかも普段乗ってる車はオートマで、マニュアルは多分ほとんど乗ったことがない。さらにはね、ドリフトなんていうのも経験がないんです。そんな彼がね、まあ裏企画じゃないんですけど、いきなり撮影中に、ちょっとじゃあコウ君乗ってみなよって言った場合に、雪道、ロサンゼルスなんで雪なんて降らないですね。雪道も経験したことないと思います。そんな彼が一体どんな運転をするのか、ちょっとね、検証してみたいと思います。いや、楽しみですね。事故んなきゃいいですけど、まあ、多分大丈夫でしょう。明日やってみたいと思います。新千歳モーターランドさんってなってて、なんと実車でもやってるんで、チャレンジさせてもらうことにしました。でね、今回ね、使わせてもらった車がスタッドレスを履いてる S15 シルビアですね。これは FR になるんで、まあ FR といえばこの僕ですよ。まあ、スピンなんかしないで乗りこなせるんじゃないかなって勝手に思い込んでます。そしてもう一台、こちら、これレガシー、これ4駆ですね。雪の上といえば四駆のね、無敵さをね、これちょっとね、証明したいと思いますね。でね、コースはね、いつも夏場なんかだとドリフトの大会で使われてるようなコースに雪が一面張ってあって、そこを四駆を体験したりできるということなんで、ちょっとしてみたいと思います。ちょっと見てこれ、本格的レーシングカーみたいのが来たんですけど、履いてるタイヤ、なんかすごいの履いてるよ、これフルピン。これだったらグリップするんじゃないの、これ。僕一回踏まれてみる。足ヒットいたら、そうっすね。ちょっとこれすごいよ。結構出てるよ、ほら。しかもね、見てよこれ、結構本格的だぜ。ボールパワー入ってるわ。ドグミッションだわ。乗っていいですかって聞いたら、なんか大丈夫だと思いますよって言われたんで、ちょっと一番最初乗ってみたいと思います。これ乗れるかもね。あ、もうよMotorland today. It is we're in Hokkaido, so there's no tons of snow, and we're here at a go-kart track over here. But out of this course, it has some, full-size cars, such as this one, and you're allowed to, rent it and drive it on their track. So I've got this, a Swift Rally car of some sort with a sequential transmission. No idea how to drive it, but I think I'm gonna take it for a spin. 行ってきな。とりあえず何事も体験ですよ。これ、はい、経験者で乗ったことある？初めてですね。簡単だから、はい。後ろに倒すとアップ、はい、前に倒すとダウンだから。はい。わかりました。はい。で、そう。アップダウン。そうですね。横乗った方がいい？一緒に行きますか。一緒に行きますか。じゃあ閉めますね。お、いいグローブしてますね。ちょっといきなり荒くないですか、運転が。ちょっと待ってください。お、うまいじゃん。お、うまいじゃん。あの奥の壁で突っ込まないで。
対慎重に。ここ鬼門だから、ほら。あ、ギア入ってるね。ストップ。演奏ですね、演奏。コース上での演奏はやばいですよ。危ねえ。めっちゃ上がってきるやん。危ねえ。一足のままやん。じゃあ次は FR 行ってみましょうか。So, I guess it's my turn now. Hop into this S15 and see if I can drive around the ice. あ、アメリカから来てるコウ君。雪なんてないもんね。雪ないっす。雨すら降んない。こういうところしか運転してない男が雪の上走っちゃう。マニュアルも全然運転してない。しかも普段左ハンドルじゃない？左ハンドルですね。あのね、ウインカーはね、右だから逆っすね。そう、これはまあいらないから大丈夫だろうけど。はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。お、コークドリフトできんじゃん。ねえ、コークないっすよ。いい感じじゃないですか。もう土手だけはやめてね。マジで。もう怖い。ピッとしてる。
ノージャンプ、ノージャンプ。オッケー、オッケー、クリア、クリア。邪魔しちゃってるから待機してくれてるよ。申し訳ない、ごめんなさい。Sorry. Sorry. Oh shit. Don't want that.どうでしたか? That was quite the experience. I don't drive stick to begin with, but that's a lot of fun. That was a lot of fun.